7月某日、都内某所にて、UBI ソフトさんにご招待いただき、会社訪問させていただく機会がありました。話が突然すぎて全く読めないんだけど、お前、UBI さんといえば、今映ってる等身大フィギュアで言えば、アサシンクリードや、レインボーシックスシージなんかを開発されている、超大手ゲーム開発企業様です。なんでそんな有名な会社訪問なんかさせてもらってんの？ふむ、勘のいい視聴者さんたちはもうとっくに気づいてますよ。うちのチャンネルが UBI さんに呼ばれる理由なんか一つしかないじゃないですか。FPS の技術を見込んで、CG の世界大会への招待ですかね。何百周ぐらいうぬぼれたらそうなるんだ。あ、草の人さんどうも。あっと全然草の人が事務所の仕事しないから最近出番がないと噂の営業の A さんじゃないですか。いやそこは真面目に事務所の仕事引き受けてくださいよ。今回こちらにお越しいただいた理由、そろそろ気づかれましたか。エイム練習はバッチリしてきました。え、なんでエイム練習してきたんですか。 CG の世界大会への切符の件ですよね。眠気覚ましにランニングとかしてきます。うちの子が夢見がちですいません。じゃあこれを見たらわかりますかね。おう、そこにあるのはエイデン君のフィギュアじゃないですか。そう、この UBI ソフトさんこそ、草の人チャンネルで大人気の動画シリーズ、天才ハッカーシリーズでお世話になった、ウォッチドッグスの生みの親なのです。なんですと。いや普通気づくでしょ。そんな UBI ソフトさんの会社にお呼ばれして、一体何をするんでしょうか。それはもちろん、ウォッチドッグスの最新作。ウォッチドッグスレギオンの体験プレイをさせていただくことになりました。マジですか。ウォッチドッグスをやり尽くした草の人チャンネル視点での最新作、レギオンのレビュー動画制作の許可までいただきました。オーマイガー。驚きのあまり思わず外国人みたいになってるぞ。それでは早速、オープンワールドゲームの金字塔、ウォッチドッグスの最新作、草の人の実際のプレイ映像をご覧ください。それでは僭越ながら私めが、今回、4時間以上にもわたる先行体験プレイの感想をお伝えしていきます。あくまで体験プレイなので、実際に発売されるものとは少し違いますが、ほぼ製品版と同じ内容のゲームをプレイさせていただきました。今回の舞台はイギリスのロンドンですね。ドローンが飛び交う、少し未来のイギリスロンドンとなっております。今作の一番の特徴は、おそらくプレイアブルキャラクターですかね。街中に歩いているキャラクター一人ずつに、名前や設定があるのは、過去シリーズをプレイしたことのあるプレイヤーの方なら、さして驚くことでもないでしょう。いやまあ、全員に名前と設定あるとか十分すごいんだけどな。今作ではそれら全ての人が操作可能なキャラクターとなっております。まっさかカーニバル、そんなお祭りは存在しないよな。喜ばしいことにまっさかカーニバルは実在します。そこの道行くおばちゃんも、ベンチに座ってる兄ちゃんも、はたまた敵陣地を警備している警備兵の方も、この世界に住まう全てのキャラクターが味方として仲間にすることが可能。その上でその人たちを操作してゲームを進行することが可能なのです。オーマイガー。驚きのあまり思わず外国人みたいになってますよ。ということで、実際に今回は適当に道端で見つけたファラーさんを味方にして、プレイアブルキャラクターにしたいと思います。すべての人には職業や特殊な能力などが設定されており、その能力や設定を活かしていくことで、よりゲームを有利に進めていくことがこのゲームのコツ。このファラーさんの職業は、ミュージアムガイド。一体どんな特殊能力や特技を持っているんだ。ギャンブル中毒と書いてありましたね。それは一体どんなすごい能力を。組織のお金を勝手に使ってギャンブルします。その人仲間にしたらヤバいでしょ。ギャンブルなのでもちろん勝ったり負けたりします。絶対他にもっといい人いるって。歩きスマホで事故ってますね。ガチャやってたんでしょうか。ギャンブル中毒でガチャ中毒ってどうしようもないぞ。ちょっとシンパシーを感じちゃいますね。うちの投稿者ガチャ中毒者だったわ。それではゲームは英語版ですので、リクルートシナリオも全編英語になりますが、アンポンタン草の人が頑張って通訳しますのでご覧ください。会社のお金でギャンブルしたんじゃないのか。ガチャやったんですかね。やばいですね。Back office is none of your business.バグリー君は、デッドセックの高性能アシスタント AI。デッドセックというのは、プレイヤーが所属しているハッカー集団ですね。話を要約すると、ファラーさんは仲間ともども、突然会社をクビになった。しかし理由がわからない。だから自分たちの代わりとして新しく部署に来たやつを調べてほしいと。このように、最初からある程度デッドセックとつながりを持ちたがっている人もいますし、逆に敵側勢力のような、デッドセックに否定的な人も存在します。頭の上に何かアイコンがついてますね。有力なスキルを持っている住人のようですね。
まあこのように、最初は話すら聞いてもらえないこともしばしば、そういう場合は、身辺調査などから初めて外堀を埋める必要があります。何やらあのドローンおばさんは、敵側勢力に追いかけ回されてると。その理由を調べ、ドローンおばさんの何か力になれないか、そういった形で徐々にリクルートしていくことになります。いやぁ、本当にありとあらゆる人がリクルート可能で、いろいろな能力を持っていたり持っていなかったりしますね。ギャンブル中毒者をリクルートする必要あるか。現在プレイしているキャラはストリートアーティスト、スプレーガンやペイントボムなどを使って戦います。職業により、少しずつ違いがあるんだな。何もプレイスタイルや武器だけじゃありません。こちらをご覧ください。医療従事者などをリクルートすることで、怪我の治療が早くなるなど、組織全体に恩恵を及ぼすことも。ギャンブル中毒者の元職場に到着、バグリー君によると、警備員以外に働いてる人はいないと。おおよそ謎ですね。会社は存続しているのに従業員がいない。ファラーさんは、警備員として働いていたようには見えません。組織の金を勝手にギャンブルに使う奴が警備員なわけねえよな。さて、ここからは今作の新たな侵入アクションや、従来ファンも大喜びのハッキング侵入シーンをご覧ください。まずは警備兵の携帯をハッキングして、着信音を鳴らします。警備員が気を取られている間に後ろに忍び寄り、素早くテイクダウン、無力化に成功します。ここまでは従来の作品にもあった要素だな。少々テイクダウンの取り方がユニークだが、職業選択の自由。そしてこれが新要素、シュラウドです。テイクダウンしたキャラを、光学迷彩で隠してしまい、遠くからは目立たないようにすることが可能。これにより、他の警備員に異変を察知されにくくなります。光学迷彩ってまさか。ええ、実はプレイヤーキャラを隠す光学迷彩も存在します。効果時間はそこまで長くありませんが、ピンポイントに使用すれば、十分強力なガジェットとなり得ますね。オンライン対戦でも使えるか今から楽しみですね。カメラハッキングも現在です。カメラからカメラへ、侵入する前の下見はもちろん、敵勢力の無力化から、目的の物のダウンロードまで。ここら辺は過去作との大きな違いはなさそうだな。警備ドローンが上空を飛び回ったりしていて、過去作と比べても、敵側の技術の進歩も実感できますけどね。空中ドローンといえば、ウォッチドッグス2のプレイヤーからすると、自分で使う分には頼れる相棒ですが、苦い思い出がある方も多いでしょう。しかし、今作の空中ドローンはワンポチハッキングで簡単に一時無力化が可能。オンライン対戦での使用は定かではありませんが、無力化後一定時間でドローンが復帰する前に、簡単に銃などで破壊してしまうことができます。おお、ドローン周りも改善されてそうですね。ということで、謎の無人の会社のサーバーから会社データのダウンロード完了。バグリー君の指示通り、安全なエリアまで待機します。果たして、ギャンブル中毒者の後任は何中毒者なのか。まともな人でありますように。もはや人ですらなかった。超高性能 AI、バグリー君ほどではありませんが。第2第3のファラーさんを生み出さないためにも、AI の設計図を破壊します。よかった。ファラーさんが使い込んだお金はバレてないんですね。どっちみちクビになってしまえ。この施設のどこかに、食料殺しの異名を持つ AI の設計図があるそうな。ドローンにあっさり見つかってるけど、早いところ見つけて破壊してしまいましょう。なんと、数百万人分の仕事を代替できるような性能の AI らしいですね。これを放置しては、草の人も職にあぶれることは確実。AI ゆっくり実況者爆誕。発見されてしまった空中ドローンは一時停止し続けてもキリがないので壊しますか。警備員さんに発砲音バレてますけど、というかマジでエイムなんとかならんのか。これじゃあ世界大会への切符が、いや最初からうちのチャンネルには用意されてないよ。死ぬほど警備員を呼ばれてしまい、あえなく撤退。この無能は仕事も失ってしまいますわ。だがただで逃げるわけがないのが、天才ハッカーですよ。この細い一本道に敵を誘い込み、ハッキングで一網打尽です。車をハッキングして、細い通路に突っ込ませた。元世界ランカーを舐めるんじゃないよ。おお、これがウォッチドッグスをやり込んだ。避けられてるじゃねえか。まあそういうこともあるでしょう。ここは別の職業にて再度破壊を試みましょう。
女スパイです。企業案件で何言ってんだお前。やはり潜入にはその手のプロの力を使いましょう。ということで、スパイ秘密ガジェットその1、スパイダーボット。ちなみにデッドセックのメンバーならスパイじゃなくても使えるぞ。さっき使っておけよ。まあ食料限定ガジェットが存在しているのも事実です。例えばスパイカーと呼ばれる特殊な車は、スパイ限定のガジェット。日本語訳すると、スパイの車、スパイ映画とかだと翼が生えて空飛んだりとか。はっはっは、マリサさん、映画の見すぎですよ。そんな空飛んだりするわけないじゃないですか。そうだよな。ちょっと車から対戦車ミサイルが発射できるぐらいですよ。製品版発売したら、ぜひ皆さんもスパイカー使ってみてね。AI の設計図よりもそっちが気になるんだけど。さて、設計図の入った箱までもう少しです。バグリー君が、どうやって破壊するか考えなきゃってさっき言ってたような。箱の近くまで行けば、わかるんじゃないですかね。おう、スパイダーボットも光学迷彩が使えるのか。しかし頑丈そうな箱だな。スパイダーボットでは破壊できないみたいですね。これはスパイ本人が箱までで向かなくてはいけなさそうです。おっと、スパイダーボット君見つかってしまった。あんな感じで光学迷彩クロークは、割とすぐ切れちゃうんですよね。さて、先ほどのストリートアーティストはスプレーガンという非殺傷武器を所持していましたが、スパイはもちろん非殺傷の電気銃も所持していますが、サイレンサーピストルという殺傷武器も持ち合わせています。なるほど、音を立てずに敵を排除できるのか。頑丈そうな箱でしたが、ピストルで撃てばさすがに壊れますかね。うお、なんか豚の被り物を被ったぞ。今作のデッドセックのメンバーは、戦闘状態になると素性を隠すために被り物を被ります。ストリートアーティストは最初からフェイスシールド被ってたので何も変化ありませんでしたね。このように銃を構えたりすると被り物を被って顔を隠します。元はフィールドで生活している一般市民だもんな。素性を隠すのも重要な要素ということか。他にも食用による差は武器や被り物だけじゃありません。専用ガジェットもそうですし、キャラクターアクションにも差があります。スパイはいちいち動きがかっこいいですね。美しいランニングフォーム、これには陸上部リスナーもにっこり。それではスパイによるスタイリッシュアクションをご紹介。さっきのストリートアーティストのテイクダウンとの差に注目ですね。軽快な身のこなしで目的のエリアに素早く侵入していきます。今回はすでに見つかっているのでステルス話です。さあ警備員くん覚悟しなさい。え、何これめっちゃかっこいい。これスパイをプレイするキャラに選択するやつばっかりになるだろ。アクション映画みたいなスタイリッシュ格闘かっこいいですよね。それでいて車から対戦車ミサイルが撃てますからね。いや、何に向けて撃つんだよ。とりあえずパトカーとか道行く車とか。さてまあ設計図の箱を破壊してちゃっちゃとクリアしちゃいましょう。この箱を破壊すれば、AI による被害者が今後でなくなると。あっせー。なんか箱硬くなーい。対戦車ミサイル持ってきてー。ここに車は乗り込めないだろ。スパイではあの箱を破壊できませんか。こんなにもかっこいいのですが、仕方ありません。破壊できる食用のキャラをリクルートしないとだな。他にもいろいろな食用をご紹介。一見、潜入や戦闘に不向きそうな工事作業員。こいつは食用専用ガジェットとして、スパイカーではなく、輸送用ドローンを所持しています。おお、なんかでっかいな。なんと輸送用ドローンには、人が乗って飛ぶことが可能。これにより、本来なかなか移動が困難なルートであっても、やすやすと到達することが可能になりました。オープンワールドゲームの自由度が怖い。それだけではありません。工事作業員や警備員は、ユニフォームを着ていますよね。まあ特に警備員なんかは、指定のユニフォームを絶対着てるよな。たとえ敵対組織の領域であっても、工事現場なら作業員は、長時間相手に見られ続けなければ、何食わぬ顔で移動することが可能。なるほど、工事現場に作業員がいても何もおかしくないもんな。同じ要領で、警備員をリクルートすれば、ほぼ全ての場所で何食わぬ顔移動が可能。これは実質、時間無制限の光学迷彩と同じ。いやまあさすがにそこまでとは言いませんが、それでは実演してみましょう。今から工事現場にて、アルビオンの警備員からデータをハッキングしようと思います。データのハッキングは至近距離のみから可能。警備員は巡回しているので、どうしてもダウンロード対象に近づいて追尾せねばならない。果たして、本当にバレないのだろうか。今正面から警備員が歩いてきていますが、なるべく視界に入らないように、かつ怪しまれないように走らずに移動しています。いや、確かに見られると発見ゲージは溜まっていたが、先ほどの設計図破壊の時に忍び込んでいた時とは天と地の差。一般の作業員に関しては、見向きもしていないな。いやー、本当にどれだけ色々なキャラをリクルートできるかで、様々なシチュエーションへの対応難易度が大きく変わってきます。正直、こんな場所に通常通り潜入してハッキングなんて、100% 無理でしょうからね。やはり走ると怪しまれて見つかってしまうんだな。データのハッキングさえ終わってしまえばこちらのものです。とっととこの場からずらかるとしましょう。さて、ゲームの内容紹介とは少しずれるのですが、イギリスロンドンの美しい夜景をご紹介。レイトレーシングにも対応予定のこのゲーム、毎作品恒例だが、美しい街並みを今作はドローンで遊覧飛行できるのか。改めてこの街の住人すべてがリクルート可能キャラって恐ろしいですね。各キャラには行動予定などが決まっており、リクルートが難しいキャラでも、その行動予定やプロファイルを参考に、そのキャラを助けてあげられる事案を探していけば、やがてデッドセックの仲間となってくれることでしょう。仲間にするのが難しければ難しいほど、有能なスキルや食料を
持っていることも多いです。まあ仲間にするのがすこぶる面倒なギャンブル中毒者とかいますけどね。少なくとも紹介動画でリクルートするような対象じゃないよな。当チャンネルのウォッチドッグス動画といえばオンライン対戦ですが、私がプレイしたのはもちろん開発中の端末ですので、オンライン要素に関しては明確なことはわかりません。ですが体験プレイ中に分かったこととして、ドローンのテイクダウンの容易さ、鷹の目の廃止もしくは特殊スキルか、それだけでも対戦において初代ウォッチドッグスのバランスに近いものであることが伺えます。もちろんこんな感じで空を飛べるようになっていたり、空中ドローンや地上ドローンにも複数種類があったり、まだプレイさせてもらった範囲では鷹の目モードが出てきていないだけかもしれない。だが少なくともメインシナリオを全く触っていないにもかかわらず、4時間ぶっ続けで遊び続けてしまうような楽しさだったぜ。今から発売後に一体どのようなキャラをリクルートしてオンラインモードに挑もうか考えるのが楽しみですね。ということで、ドローンおばさんを1時間かけてリクルートしました。ほう、有能なスキルを持っていると表示されていたキャラだな。チートクラスに強い、ショックドローンというレールガン搭載空中ドローンですね。ギャンブルおばさん本当にリクルート必要か。それでは設計図を。拳銃で壊せなかったのに、ドローンで一撃で、誰をリクルートするかが重要なゲームです。ギャンブルおばさんをリクルートしたので、今後彼女を使ってプレイ中は、勝手にギャンブルしては、お金が減ったり増えたりします。この人マジで特殊ガジェットなんもないのな。デッドセックの先行きは不安だが、実にウォッチドッグスレギオンの発売が楽しみなんだぜ。今回の動画が、皆さんのレギオンへの期待や、発売を楽しみにしてくれる人が増えてくれると幸いです。ご視聴、ありがとうございました。